段差ありますのでお気をつけください。突き当たりが展示パネルとなっております。で、左手が一直線に綺麗な形になっておりますので、とてもお時がついつい感じします。この前まもなく4番乗り場には臨時列車が到着いたします。黄色い線の内側に下がってお待ちください。大変危険ですので黄色い線の内側に下がってお待ちください。すごい綺麗ですよね。すぐ進んでしまうような場所が何か所もあって、もう
食用にの棒が全部咲いてしまったというような人もいます。
すいません、参拝の所通過します。すいません、前失礼します。はい、参拝の皆さん、はい、まず一般の方ですね。参拝の方、こちらで闇雑誌の特売に希望の特産に販売しております。皆さん、はい、そうですね。そんな状態で今日はラブル石川 AD で説明させていただきます。よろしくお願いします。ちょっとお時間が全然短いということなんで、どんどん進みながら説明していきたいと思います。まず今乗ってきた浜那須号、今日これからの真生丘陵というのの横を通っていきます。で、帰りは千歳線で真生丘陵の西を通ります。真生丘陵を一周するんですが、真生丘陵の真生の意味は浜那須です。もともと石狩地域というのは海でしたので、内陸にある丘陵なのに浜那須が先にあります。それで真生丘陵という名前があるので、俳句で浜那須のあるところというのが、真生丘陵の意味で、そこを一周するというのも裏テーマになります。グラタモリ的にね。それで、この橋の特徴、10年前、20年前か、火事になって燃えた岩見沢駅ができたと同時に、新しい駅と一緒にできた岩見沢市の市道です。で、この橋ができたおかげで、駅の向こう側に誰でも行けるようになりました。で、新井でさえ知らなかったレールセンターが日の目を浴びるようになりました。で、日の目という意味では夕日の話をします。この通路、真冬になるとほぼ真正面に夕日が沈みます。人口10万人の都市で地平線に夕日が沈むのを見れるのは、あんまりないと思います。市民の方にすごいですよねと声をかけると、いつも見てるから何も乗らないって言われるんです。で、道外から来た方にこの景色を見てて、夕日を見てたらもう驚いて帰りますよね。街なのにこんな地平線が見えるなんてという言い方をされます。それで、ちょっと先の青い屋根のすぐ横ぐらいにターンテーブルも一つ残っています。他にもあったんですが、今唯一あっていたので、今残っています。で、今でも線路はないんですけれど、この辺線路が張り巡らされて、あの辺にある運転所の建物の辺にもレンガの建物が6棟、7棟建っていました。そのぐらいの鉄道の途中の拠点が岩見沢だったという歴史があります。で、先ほど車内でもあった、もともとの岩見沢駅っていうのはもうちょっと数百メーター向こう側、旭川側にありました。明治時代の岩見沢駅ですね。ちょっとこれ見づらいんで、他の写真ちょっとその前の方にも置いてありますので、窓辺に寄ってご覧ください。あんまり映ってないです。あんまり使ってないです。とりあえず番号用車両は通ってもらってくれます。で、明治時代に建物がいっぱいあった時代のレールセンターの建物です。今残っているのに行くと、後ろにもう一棟ぐらいしかないんですが、それがいっぱいありました。それで、この窓、目の前に見たのがただのガラスなんですけど、ちょっと離れて見ていただくと、額になります。要は今走ってきた小樽の方の山から小樽の方も見えます。小樽からこれから向かう神前山の向こうまで全部札幌の背後にある山が全て見えます。あ、ごめんなさい。それで片やもう一個の窓辺、こちらはレールセンターが見えます。レンガ造りの建物の後ろにも青い建物があるんですが、あれももともと全部レンガです。今補修の中で全部回り方もあったんですけれども、
こちらがレールセンターになって、北海道炭鉱鉄道はもともと札幌が本社でした。それが明治31年には小網沢が本社になります。でこの建物はいつできたかっていうと、明治32年に上棟式をやって33年に完成したというふうにされています。で今何を何使っているんだろうということなんですが、 JR のレールセンターという名前の通り、ロングレールの設置現役バリバリの工場です。中に機械がいっぱいあります。ただその中の構造なんですが、柱とかを支える部材、鉄骨なんかを使うんですけど、明治32年の頃鉄骨なんてものがまだ日本にありません。それで中自体は、ちょっと見づらいんですけど、全部レールでできてます。レールセンターという部分にはこういう理由もあります。あの建築とか農業やってる人から見たら非常にちょっと心もとない構造なんですが、全部レールです。でその中には北海道で一番古い明治6年のレールも使われています。それ高いのじゃなくて、ちょうどこのぐらい高さに、その1800何年って書いてあるので、ちゃんとあの JR 様のところに札をつけてます。でこの後岩見沢駅また改札入ってから見てほしいのが、駅のあのさっきの通路、非常に低かったんですが、パスタにもこういつか表されて、これどういうことかちゃんと考えられて、今まで立ってレールで作るのかなっていうことは思うんですけど、ということで、ちょっと時間が通りにして、質問をしていきます。はい、それでは、参加の皆様、はい、おなじみに戻って、このまま改札の方へ進みたいと思います。それで、この通路の設計者のこだわりを少し説明します。こういう通路を作って、外側に変わって点検通路を作らなきゃいけないんですが、普通点検通路ってこの人が歩いてるって同じ高さになっています。ところがここは見せないという気持ちが強いので、通路をあえて1メーターに低いところに置いています。ですから外の設備は外の人たちで中にならないというこだわりがあると思います。こだわりもお金をかけないのが予約不安したので、なるべくコストをかけるだけです。それで、なんとなくお金に見える予約ですが、これを国連側から少しを取るために来て、一番安い部材だそうです。こうやってつけると、なんかお金に見えるよねっていうね、あったそうです。ですから、こだわりながらコストをかけないということで、非常に優秀な人たちを決めてきています。
Thank you.